ユニホンテレビ。前郷比叡神社の例大祭はおよそ340年前に社殿を現在の地に移したのを祝って始められたものです。実町内が毎年持ち回りで当番を務め、五穀豊穣と無病息災を願って行われています。以前は旧暦の8月18日に行われていましたが、現在は9月の第1日曜日に行われています。各町内からまず大体約2名ずつぐらい出していただいて、でいない場合は、他の集落からということになってますので、大体迷子の方々がメインになってます。で若いので、まあ、20代もいますけれども、大体30代40代がメインになってきているところですかね。1トンちょっとあるので、やはり若い力がとても重要になってきます。午前11時笛とのろしを合図に、みこしを中心とした行列が神社からスタートしました。例大祭では毎年、お先払いと呼ばれる稚児を先頭に、氏子や前郷神楽、獅子子踊りなどが行列を作り、白装束を身にまとった若衆たちが引くみこしが続きます。当日は朝から雨が降っていましたが、巡行が始まる頃には雲が消え、太陽が照りつけました。行列の最後尾では、踊り山の山車に乗った子どもたちが、お囃子に合わせて踊りを披露しました。踊り山を行う馬喰町集落は、45年ほど前から例大祭に参加しています。かつては5つほどの町内が踊り山を行っていましたが、踊り手不足などを理由に数が減り、現在では馬喰町集落のみとなっています。若者の方で踊り山を出そうとして活動してますけれども、踊り子の方で隣町内のご協力を仰いで、踊り山の方を出しているという状態になっております。聞こえてくる声ですと、踊り山がないとちょっと寂しいという声もありますので、隣町内のご協力も今もしてもらえてますので、その協力の体制をなるべく維持できれば続けていけるかと思いますし、なくすのはちょっとやはり忍びないので、今後も努力していきたいとは考えております。お祭り楽しいですか？楽しいです。ね、ね、楽しいです。みこしを中心とした行列はおよそ3時間かけて前郷町内を練り歩き、軽快なお囃子と太鼓の音を響かせていました。例大祭のクライマックスはみこしの奉納です。獅子子踊りが舞を奉納した後、古人と呼ばれる人たちが扇を仰ぎます。扇を合図に、みこしを担いだ若衆は最後の力を振り絞り、境内から社殿までの参道を一気に駆け上がりました。
和歌手の迫力ある奉納に、参道に集まった仲間や地域の人たちからは大きな拍手が送られていました。社殿に戻ってきた神輿は、このあと和歌手によって神輿殿に納められ、今年も無事に祭りを終えています。